attention. He tried to get close as he can to the grasshopper. He's got one hand out. That's how you'll be in it. Touching the lens with your fingers, you can't touch the lens. カマキリは自分より強そうな相手に出会うと自分を大きく見せようとします。羽を大きく広げ、腹の端を曲げ、鎌を大きく構え、相手を威嚇します。秋になるとオスはメスが出す匂いを嗅ぎつけ交尾をします。しかしカマキリには自分より小さいものに飛びつくという習性があり、交尾中にメスがオスを襲うことがあります。メスは100個から300個の卵を守るための泡、卵嚢と一緒に産みます。卵嚢に守られた冬を越した卵は5月から6月頃に孵化します。幼虫は8回ほど脱皮を繰り返し、その後孵化します。カマキリの持つ複眼とは、たくさんの小さな目が集まってできた目のことで、トンボなども持っています。カマキリの複眼は大きく前を向いていて、三角形の頭は自由に動かすことができます。多くの種類のカマキリには、羽があり、腹部を覆うように平らに畳んでいます。成虫も幼虫も鎌のような前足で昆虫などを捕らえて食べています。メスは大きな卵嚢を産む。カマキリは鎌のような前足で花に集まる虫や草むらに住む虫などを捕らえて食べる肉食性の昆虫です。昆虫のほか、カエルやトカゲなどを食べることもあります。カマキリは自分から獲物を追うのではなく、草や枯れ葉に身を潜め、獲物が近づいてくるのを待ちます。獲物がやってくると、触角の先端、2つの複眼で獲物との距離を測り、一瞬のうちに大きなカマで相手を捕まえます。夜も活動していて、光に集まる虫を
捕まえて食べることもあります。春になると孵化したカマキリの赤ちゃんたちが約100匹程度小さな体で現れます。しかしこの中で大きく成長できるのは 1,2 匹ほどではないかと言われています。このカマキリのケースに魚肉ソーセージを入れて食べないかなと観察していましたが、食べている様子は見られませんでした。後日魚肉ソーセージをカマキリの顔の方に向けてあげると美味しそうに食べていました。お友達のお家では魚肉ソーセージのほか、マグロの刺身を揚げたら食べたということで、とても驚きました。また見てね、登録してね。ね、クワバチ、いろいろ YouTube。